何をしに来たの？それじゃあ次はこっちの飾り付けね。あーめんどくさ、飾りなんてあってもなくても変わらないのに。あわー、お部屋がお花のいい香りでいっぱいなのです。まるでお花畑にいるみたいなのです。ファル、この大きな赤い花こっちに飾ってもいい？目立つところをカラフルにした方が部屋が華やかになると思うの。最近みんなで何かの準備をしているようだけど、誕生日パーティーでもするのか？もうすぐ魔女のお祭りの日があるのよ。ミネッサ、もしかして俺声に出していたか？そんなに不思議そうにファルたちを見ていれば誰だってわかるわ。参ったな。でも魔女のお祭りっていうのは初耳だ。どういう祭りなんだ？収穫祭よ。魔女は昔自分たちで野菜を育てていたから、収穫の時期になるとそれぞれのねぐらでお祝いをするの。野菜を作らなくなってからもこのお祭りだけは伝統としてずっと続いているのよ。あ、ミネサネ、あとついでにゼフィー。ついでは余計だ。バルったら本当に素直じゃないんだから。ミネッサちゃん、ゼフィーお兄ちゃん、ここの飾り付けモネの自信作なのです。よし、休憩休憩っと。っていうか今日はもう終わりでいいよね。ミネッサね、今年の収穫祭は家の中だけじゃなくてお庭でしたらダメ？庭で？もしかしてカリカロが前に話してた昔の収穫祭をしてみたくなったの？それもあるけど、その仕方ないから楽しませてあげてもいいかなって。ゼフィーを。俺？別にゼフィーのためだけじゃないから、私たちが楽しむ方が優先で、ゼフィーはついでなの。ついで。分かってるよ。ならいいのよ。それでどうかな、ミネサネ。ごめんね、とても魅力的な提案だけど認められないわ。家の外に出るだけでも危険なのに騒ぐなんてもってのほかよ。うん、分かってた。一応言ってみただけ。みんなで飾りつけるんだもの、家の中だけでもきっと十分楽しいわ。今年はゼフィーも一緒だしね。ゼフィーは別にいいってば。それじゃ階段の飾り付けもしてくる。あ、ファルちゃん待って、モネも手伝うのです。冒険ごっこしたいんだけど。飾り付けなんてゼフィーにやらせればいいじゃん。ファルってば、お兄ちゃんができたことがよっぽど嬉しいのね。隠そうとしてるけどバレバレ。ちょっと厳しく言い過ぎたかもしれないが、せっかくの楽しいお祭りなのに。ファルならミネッサの気持ちを分かってくれていると思うよ。そうね、ゼフィーにそう言ってもらえるとホッとする。そういえばさっき話していた昔のお祭りってどんなものだったんだ？気になる？それなら私の部屋でお茶でも飲みながら話しましょう。ちょうどさっきカリカラとキイチゴのケーキを作ったところだったの。紅茶でよかった？ありがとう、ケーキも美味しそうだな。たくさん作ったから遠慮しないで食べて。それで昔の収穫祭の話だったわね。さっきファルが言っていたように、昔は庭に飾り付けをして、みんなで松明の明かりを囲んで歌ったり踊ったりしたの。収穫した野菜や果物を使って特別なごちそうを用意して楽しかったわ。みんなで着飾っておしゃれもするのよ。ずいぶん大々的にやるんだな。いつもは毅然としているけど
こんな子供みたいな顔もできるのか。きっと本当に楽しい思い出なんだろうな。本当に懐かしい。私、その日にしか出ないケーキが大好きで、普段から姉様に作ってってよくダダをこねていたわ。他の子もそう。みんな収穫祭が本当に大好きだったの。できることならパルにも体験させてあげたかったけど。そうか、危険だからもうそんな風に祝うことはできないんだよな。すまない、何と言っていいか。あなたの、ううん、騎士団のせいじゃないわ。昔のように盛大な収穫祭をしなくなったのはデスカルネバーレが起こったからよ。狂気に侵された一人の魔女が一夜にして仲間を焼き尽くしたあの事件か。たくさんの魔女が死んで、いくつものねぐらがなくなった。とても踊って騒ぐような気分にはなれなかったの。あの時はただこれ以上仲間を失わないようにしようって、そればっかりで。すまない、辛い過去を思い出させるつもりはなかったんだ。いいの、今となってはただの過去だもの。私もいい加減忘れたいけど。ミネスさんの手握りしめすぎてすっかり白くなっている。当時のことを思い出しているのか。ミネさん、手傷がつくぞ。で、あ、こうして俺が握っていれば平気だろ。デスカルネバーレの被害者なら忘れられなくて当然だ。そうやって無理に忘れようとしなくていい。ごめんなさい、動揺してしまって。でもダメね、震えが止まらないわ。ねえゼフィ、一つお願いしてもいい？ああ、なんだ。楽しく飾り付けをしている妹たちの前でこんな姿は絶対に晒すことはできないから、私に魔法をかけてくれる？魔法？いや、俺は自由魔法なんて。簡単な呪文よ。俺がそばにいるから大丈夫だって。ミネッサは立派なお姉さんだって唱えるだけ。昔姉様たちにいっぱいかけてもらった魔法なの。ミネッサは立派な魔女になれる。ミネッサならきっと大丈夫だって、そう言ってもらえると不思議に元気が出て大丈夫だって思えるの。そうか、ミネッサにはもう励ましてくれる姉はいないんだよ。ミネッサは立派だよ。ファルたちもきっと誇りに思ってる。ゼフィ、言っただろ、妹ならミネッサの気持ちを分かってくれていると思うって。あれは気休めの嘘じゃない。本当はファルのお願いを聞いてやりたいって思っていたのも、ミネッサがどれだけみんなを大事にしているかもちゃんと伝わってる。ありがとう。おかげでしっかりしたいつもの私に戻れそうだわ。ミネッサが頼りにしていた姉たちには及ばないかもしれないが、俺は君の力になりたいと思っている。だから俺はどこにも行かない、そばにいるから大丈夫だ。ゼフィなんだか元気が出てきたみたい。私飾り付けの手伝いに行ってくるわ。よかった、やっと笑顔に戻ったな。俺も行くよ、話を聞いたら楽しみになってきたからな。収穫祭を祝う仲間が増えて嬉しいわ。家の中でしかできないのならせめて去年よりも盛大にしてあげないとね。さあ行きましょうゼフィ。
私私が入ってきたのにも気づかないで難期に寝ちゃって。何よ、寝顔は案外可愛いじゃない。ミネさん、はあ、起きろな、なんだ、て、敵襲か。ファル、わざわざ起こしに来てやったんだからお礼くらい言ったろ。ファル、廊下までゼフィーの声が聞こえたけど大丈夫？平気、ただ起こしてあげただけよ。ゼフィーが勝手に驚いて一人で騒いでただけだから何も問題ないわ。そう、ありがとう。でもゼフィーがびっくりする起こし方はダメよ。はーい、ごめんなさい。ゼフィー、早く降りてきなさいよね。あんたにぴったりの雑用があるから。何なんだ一体。ごめんなさい、収穫祭のかぼちゃが届いてみんな浮き足立ってるの。ファルまであんないたずらするとは思わなかったけど。あ、かぼちゃ、育ちすぎて食べられないかぼちゃの中身をくり抜いてランタンにするの。収穫祭には欠かせないアイテムね。重いからゼフィーにも運ぶのを手伝ってもらいたくてファルに起こすようお願いしたんだけど。見事にファルに遊ばれたわけか。次はもっと普通に起こしてくれって言っとくよ。支度してすぐに行くからミネッサはリビングで待っていてくれ。これで最後か。それにしても大きなカボチャだな。ありがとう、重かったでしょ。いや、これぐらい朝飯前だよ。いい運動になった。頼もしいわ。ゼフィーの分もあるから一緒に作りましょう。カボチャを顔に見立てて目や口をくり抜くの。どうせ失敗するに決まってるでしょ。変なものができたら笑ってやるから。おはようなのです。マネと一緒に可愛いかぼちゃさんを作ってほしいのです。私がやり方を教えてあげるわ。これでも結構得意なんだから。ほら、このナイフを使え。お前を暗殺するとき用に磨いておいた切れ味抜群の技物だぞ。不吉すぎることを言うなよ。ゼフィー、普通のナイフもありますわ。ああ、ありがとう。たく、この優しさをカリカロも見習って。今何かあっても縁起が悪いですもの。そういう不吉なことは収穫祭が終わってからにしてくださいな。こんな感じか。案外難しいな。うわ、ゼフィーのカボチャブサイク。カボチャがかわいそう。お兄ちゃん、ファイトなのです。ゼフィー見て、お手本を見せてあげるわ。戦いはまあまあ強いんでしょ。これぐらいちゃちゃっと片付けなさいよ。だが相変わらず飲み込みはいい。ナイフの使い方を覚えさせてしまったか。よし、殺そう。カリカロ、あまり物騒なことはおっしゃらないでくださいな。俺が行こう。私も行くわ。カリカロとラポネットは妹をお願い。分かった、ゼフィー、そのナイフを持って行け。騎士団なら遠慮なく殺していいぞ。剣があれば十分だ。二人とも気をつけて。
大きな鳥ね。足を怪我しているみたい。たく、脅かしやがって。にしても野鳥なんてここでは初めて見たな。ねぐらには野生の動物はほとんど近づかないの。けど怪我で弱っていたせいで迷い込んじゃったのかもしれないわ。おい、やったか？やったのか？怪我をした鳥が迷い込んできただけみたい。魔女騒がせの鳥さんですこと。ファル、気になるなら出てきても大丈夫ですわ。本当？今日は鳥の丸焼き？かわいい鳥さんなのです。バイキンがついちゃうから勝手に触っちゃダメよ。なんだか死にそうだけど大丈夫なの？きっと大丈夫よ。さあもう部屋に戻りなさい。騎士団じゃなかったとしても外は安全じゃないわ。もう？ミネサ姉たちがいれば大丈夫だよ。なんだつまんないな。たとえ何があっても必ず私たちが守るけど、避けられるリスクは避けるべきだわ。でも鳥さんが。鳥さんはミネッサとゼフィーが運んでくれますから、みんなでランタン作りの続きをしましょう。ラッポ姉の言う通りだよ。鳥さんには後で会いに行けるから今は部屋に戻らないとね。はーい。とりあえず一件落着ね。ゼフィー、悪いけれどその子を家の中に運んでくれる？治療しないと。ああ、それはいいんだが。どうかしたの？さっきから引っかかってること、俺が言ってもいいんだろうか？でもこのままだとミネッサにとってもファルたちにとっても良くない気がする。さっき何があっても妹を守るって言っただろ。そうよ。それが姉としての私の使命だもの。魔女の世界で守るということがどういうことなのか、俺がまだ分かっていないだけかもしれないけど、君のしていることは、守ることとは少し違うんじゃないか。違うって、どういうこと？俺は、守るっていうのは、単に、危険から遠ざけることじゃないと思うんだ。私が過保護すぎるって言いたいの？そうなっても仕方ないとは思う。でも守りたいという気持ちが前に出過ぎている気がするんだ。今のうちに自衛の手段を学ばせて自分で考えさせることも妹を守ることにつながるんじゃないか。この鳥だって今日の経験で学ぶはずだ。怪我をしたらゆっくり休むとか、治るまで身を潜めるとか、そういう生きるための知恵やバランスを、対処法を知っていれば身を守れるけど、知らないとどうにもできない。さっき固まって動けなかったファルを見た時にそう思ったんだ。だから。それはあなたが魔女のことを。ごめんなさい。戻りましょう。きっとみんな待ってるわ。ミネッサは俺が魔女の事情を知らないからと言いたかったんだろうか。間違ったことを言ったつもりはないが、ミネッサを責めるような言い方になっていたかもしれない。ミネッサだって、いや、ミネッサだからこそいつまでも妹たちのそばにいられるわけじゃないとしっかり分かっているはずだからな。ここで考えてても仕方ないか。お前の手当てもしてやらないとな。ありがとう、嬉しいわ。ミネサネ、こっちこっち、早く。ちょっと待って、すぐに行くわ。最近俺と一緒にいるときに
ミネッサがあんな風に笑うことってないよな。対処法を知っていれば身を守れるけど、知らないとどうにもできない。さっき固まって動けなかったファルを見たときにそう思ったんだ。だからそれはあなたが魔女のことを。あの時からミネッサとギクシャクしてしまっている。謝りたいが、普通に謝ってもうまくかわされてしまうしな。一体どうしたら。情けないことに、俺一人じゃミネッサの喜ぶことも思いつかない。カリカロあたりに相談してみるか。その音はゼフィーだな。ああ、ちょっと相談したいことがあるんだけど、いいか。入っていいぞ。ゼフィーがカリカロ姉に相談？何それ、怪しい。ごきげんよう、ゼフィー。の、三人で話していたのか。それならまた今度でも。何よ、カリカロ姉には言えて私たちには言えないことなの？ますます怪しい。ラポ姉もそう思わない？私は別に何とも思いませんわ。そう？何を期待しているのか知らないが、怪しい話でも楽しい話でもないぞ。じゃあ教えてくれてもいいじゃない。秘密にされると信用されてないっていうか、なんだか仲間外れみたいなんだもん。私はゼフィーに距離を取られているならそれはそれで構いませんわ。いや、距離を取ろうとはしていないからな。でもそうだな、ファルとラポネットにも協力してほしいことではあるか。オタクはいいから話してみろ。どうせミネッサのことだろ。バレていたか。仕方がない、ここは腹をくくろう。何というわけではないんだが、ミネッサの好きなものってあるか。好きなもの？それなら家族に決まっている。家族？あまり口にしていいことではないが、ミネッサはデスカルネバーレの生き残りだからな。人一倍家族に対しての思い入れも責任も強いんだよ。たまに神経質になりすぎるくらい必死に守ろうとしてる。お前も心当たりあるだろ？ああ、そうだな。必死すぎて見ているこっちが辛くなってくるくらいだ。第三者からすれば彼女の家族愛は自己犠牲的で痛々しいものに見えるかもしれませんわね。でもその愛に私たちが救われているのは紛れもない事実なのですわ。自己犠牲的か。確かにちょっと融通が効かないからな。だけどミネッサは愚かな魔女じゃないぞ。お前もミネッサに命を救われたんだからわかるだろう。ミネッサは家族のためなら敵も利用するほど冷静だし、どんなにでかい竜を前にしても物怖じしない勇気がある。たとえ騎士団が介入してこなくても、ミネッサがいなければこのねぐらはとっくの昔に滅んでいたかもな。ファル？さっきから黙ってどうしたの？別に。そう？みんなでミネッサの話をするときはいつもファルが率先して自慢話をするじゃない。雷に怯えてたら一緒に寝てくれたお話とか。そんなこと話さないから。昔のことだし今は一人でも大丈夫だもん。ほうほう、ゼフィーがいるから恥ずかしいんだな。別に私は。あ、何ジロジロ見てんのよ変態。まあまあ、ファルがツンツンするのはいつものことだろう。ファル、さっきゼフィーを引き止めたのは誰？あなたには
協力する義務があるんじゃないかしら。それともファルのおねしょの話の方がいいか。そっちもミネッサの武勇伝としては十分すぎるからな。ダメ、絶対にダメだからね。おねしょしたのを認めないファルに、ミネッサがおねしょは恥ずかしいことじゃないと言い聞かせ、なんと次の日。カリカロン、それ以上はミネッサの武勇伝の意味が変わってきてしまいますわ。その男性に聞かせるお話としてはね。それもそうか、それもそうか。もうお嫁に行けない。とりあえずミネッサのいいところはよく分かったよ。みんなにとってどれだけ大切な存在なのかも。それはそれとして、品物で何か好きなものはないのかな、ミネッサは。ん？あら、へえ。ミネッサの好きなものなんて聞いてどうするんだ。教えてやるからには私たちには聞く権利があるよな。わかった。言うから寄ってたかってニヤニヤするのはやめてくれ。実は最近ミネッサと喧嘩を、いや違うな、単純に俺が失礼なことを言ってしまったんだ。それからどうにもよそよそしいというか。だから物でミネッサ姉のご機嫌を取るってこと？俺も安易だとは思ったんだが、それ以外にしっかりと話してもらえる手立てが思い浮かばないんだよ。謝ろうとしても向こうも気まずいのか軽くかわされてしまうからな。だから詫びの気持ちを示せるようなものを渡したいんだ。あながち安易とは言えないかもしれませんわ。心のこもったプレゼントというものは誰でも嬉しいものですから。どうだろうラポネット、何か心当たりがあるなら教えてくれないか。ご協力したいのは山々なのですが、彼女は自分から何かを欲しいというタイプではないので、情報屋さんにお願いして可愛いアクセサリーを探してきていただくのはいかがでしょうか。いや、でもミネッサは前に自分にアクセサリーは必要ないとはっきり言っていたぞ。ミネッサ姉ならきっと何でも喜んでくれると思う。だってゼフィーのことも家族だと思ってるはずだし、家族からは何をもらっても嬉しいでしょ。それは、まあ、だからプレゼントもいいと思う。でもきちんと謝らないままあげると物で釣る感じがするから、私だったらそういうのは嫌だな。家族か。ミネッサが俺を家族だと思ってくれているならもっと分かり合う努力をしたい。そのためにはプレゼントよりもまず、そうだな、心を込めてしっかり謝ってくるよ。何よ、分かってるんじゃない。あんたが真剣に気持ちを伝えて謝ればミネッサ姉も避けないよ。ああ、ありがとうファル。別に私はミネッサ姉のことが心配なだけで。っていうか早く行きなさいよ。そうだな、ミネッサを探してくるよ。カリカロとラポネットもありがとう。こちらこそ、大切な家族のことを改めて考える機会を与えてくださって感謝しますわ。ミネッサを泣かせたら殺すからな、覚悟しておけよ。ああ、あいつもだんだんとネグラに馴染んできたじゃないか。まだまだでしょ、何にも分かってないんだから。あら、何か忘れ物かしら。いや、このノックの音は。カリカロ、あら、ファルとラポネットもいたの。じゃあそのまた今度にしようかしら。もしかして
ゼフィーのことでも相談に来たのか？え？どうしてわかったの？その、ゼフィーとちょっと気まずくなっちゃって。もう、ただの痴話喧嘩じゃない。入ってらっしゃい、ミネッサ。私たちが相談に乗って差し上げますわ。ありが…仲直りもできたし、これは必要ないんだろうけど、結局買ってしまった。ミネッサに似合いそうなネックレスだったから、つい。情報屋さんにお願いして、可愛いアクセサリーを探してきていただくのはいかがでしょうか。いや、でもミネッサは前に自分にアクセサリーは必要ないとはっきり言っていたぞ。聞いていた通り、ミネッサは市場のアクセサリーに全く目を止めていなかったが、受け取ってもらえるだろうか。ただ渡すタイミングがない。いや、俺がわからないだけか。こういう経験はあまりしてこなかったからな。くえの、もうこんな時間か。今日も飛ぶ練習に行くぞ、クエスケ。くえ、その前に餌だったな。ほら、いっぱい食えよ。くえ、くえ。ミネッサにもこれぐらい簡単に渡せればな。私が何？あ、いや、別に何でもない。ミネッサこそどうかしたのか。変なゼフィー。そろそろこの子の飛ぶ練習の時間でしょ。ちょうど手が空いたから、私もついていっていい？ああ、もちろんだ。別に隠す必要なんてないのに、どうしてこんなに緊張してしまうんだ。ほら、今日こそ飛んでもらうぞ。お前、もうすっかり元気になってるはずだろ。あなたの手の中は居心地がいいのかしら。なんだか甘えてるみたい。君、野生に帰るのが寂しいの？くえ？もしかしたら飛ぶ感覚を忘れかけているんじゃないか。俺たちも一緒に飛んでやったらどうだろう。一緒に？あ、こいつに飛ぶ楽しみを思い出させてやるんだ。魔女の力に目覚める前は俺も知らなかったけど、空の散歩って案外楽しいんだよな。散歩だなんて、ゼフィーらしい考え方ね。な、そうか。ミネッサたちは戦闘の時しか飛んでなかったか。ええ、でも小さい頃は杖に乗って空を飛ぶ姉様たちに憧れていたの。今まですっかり忘れていたわ。それならなおさら飛んでみないか。でも騎士団に見つかったりしたら。大丈夫。騎士団が森にいるのは昼間だけで、日没の時間が近づいてくると撤退するんだ。夜の森は人間にとって危険すぎるからな。なら飛んでみましょうか、この子のために。くえ？よし、じゃあ行くぞ。せーの、よっと。どうだクエスケ、風が気持ちよくて飛びたくなってきただろう。くえ、自由に飛び回っていいんだぞ。俺たちのことなんて気にするな。くえ、くえ、すごい、飛んだわ。クエスケのやつ、あんなに楽しそうに飛んで、もうこっちのことを気にもしていないみたいだぞ。ゼフィー、寂しくないの？名前をつけるほど可愛がってたんでしょ？いや、むしろ可愛がっていたからこそ、あいつが元気になって飛び立っていくのは嬉しいよ。ちゃんと空に帰れたのね。もう窓にぶつかったりしないでね。一度経験したんだから
きっと大丈夫だ。今度怪我しても無理する前に休んでくれるさ。くーくー。そうね、あの子はいろいろなことを経験して学んでたくましくなっていくのね。本当に楽しそう。風と空と戯れているみたい。ありがとうゼフィー。え？ゼフィーのおかげで気づけた。守り方は一つじゃないんだって。私の今までが全部否定される気がして、最初はどうしても認められなかったけど、今はわかるわ。妹に、私たち魔女に必要なのはゼフィーの言う守り方だった。すまない、俺の言い方が悪かったな。デリケートな問題なのにズケズケと言ってしまった。ううん、いいの。私は無意識のうちに過去に植え付けられた恐怖にとらわれていたの。もう二度と大切な家族の命が目の前で奪われることのないようにって。ゼフィーの言う通り過保護になってたのね。デスカルネバーレのことだよな。俺もミネッサと同じ立場だったら同じように守ろうとしたかもしれない。たとえ過保護だとしても、それは妹のことを思ってのことだ。誰も責めたりしない。ええ、そうね。でもあの子たちに自分の不安を押し付けるのはもうおしまい。これからはどんな風に生きていきたいのか、そういう理想をあの子たちと一緒に見つけていこうって決めたの。ただ忘れてただけで、楽しいことや大切なことは意外と身近にあるって思い出したから。あなたのおかげでね。妹よりも自分の殻にこもっていたミネッサを先に外に出してやるべきだったんだな。よかった。これからはもっと今を楽しんでほしい。妹やカリカロたちもそうだけど、誰よりもミネッサに、自分には必要ない、意味がないと思っていても意外とやってみると楽しいことってたくさんあると思うんだ。そうね。もしかしたら自分をないがしろにしすぎていたのかもしれない。私もっと必要ないことや意味のないことをしてみたい。本当は必要だったり意味があるのかもしれないから。それならゼフィー、どうかしたの？今が渡すチャンスだよな。ミネッサに受け取ってほしいものがあるんだ。これって、この前みんなで市場に寄った時にミネッサに似合うと思って買ったんだ。カリカロに聞いた。こういうの自分には必要ないって言ってたって。ええ、家族さえいれば他には何もいらないと思ってたから。ならミネッサが大事にしてる家族からのプレゼントだと思って受け取ってくれないか。自分で自分のことを家族なんていうのは恥ずかしいものがあるな。いや、気に入らなかったら受け取らなくてもいいんだが。今家族って言ってくれたの？ああ、でもちょっと厚かましかったか。そんなことないわ。とても嬉しい。私一生大事にするわ。このネックレスも、あなたのことも、自分も。なんだこの緊張感は。体中が汗だくだ。風が気持ちいい。空気も美味しい。なんだか帰りたくなくなってきちゃった。日没までもう少しあるから、それまではここにいるか。ええ、もう少しだけ。あと少し。
星だけ。あなたと一緒に飛んでいたいわ。ありがとう、嬉しい。今日はなんだか静かだな。この時間なら誰かがいてもおかしくないんだが。まあいいか、鍛錬でかいた汗を流しに行こう。お、こんなところにいたの？帰ってきてるんならそう言いなさいよ。ファル、他のみんなはどこにいるんだ？今かくれんぼ中なの。道理で静かなわけだ。ちょっと、かくれんぼするなんて子供だと思ってバカにしたでしょ。いや、言っとくけど、ゼフィーとミネサ姉たちを見つけたらいいことがあるって言われたからやってるだけなんだからね。いいこと？っていうか、俺も入っているのか？本当はもう始まってるんだけど、私は優しいからあと10秒待ってあげる。ずいぶんと短くないか？10、ほら早く隠れなさいよ。仕方がないな。あ、ゼフィーだ。改めて数えるのね。あいつは大きいから絶対に隠れるの下手だよ。すぐ見つけてやる。ゼフィーお兄ちゃんと楽しいかくれんぼなのです。なんだか大変なことになってしまったな。ほらほら早く隠れなさいよ。ゴー。もう残り5秒か。こういう時は分かりやすいところに隠れるべきなんだろうか。いや、手を抜いたとバレたらファルにこっぴどく叱られそうだ。家の中ならどこに隠れてもいいからね。逆に見つかりにくいところに隠れて最後まで見つからないのも大人げないか。どこかちょうどいい場所は。最初に見つけたのがゼフィーだったら価値30倍の刑な。まずい、隠れられないまま見つかるのだけは避けたいところだ。どこかないか。そろそろ時間なのです。掃除用具入れか。分かりやすすぎる気もするが。1、0、いくよ。ダメだ、時間がない。ここに隠れよう。みね、よし、大きな声を上げたら見つかってしまうわ。でもあの子たちはもう探し始めてるわ。このままここで静かにしていて。分かった。汗の匂いがする。鍛錬してきたの？ごめん、まさかこんなことになるとは。気にしてないわ。あなたの服を毎日洗濯してるのは誰だと思ってるの？それはそうだが。でもこんなところを妹たちに見られるのは教育上良くないかもしれないわね。教育上？改めて今の状況を把握すると意識してしまって。ゼフィ、どうしたの？いや、何でもない。ミネッサは家族のようなものだぞ。そんな人に俺は。ゼフィ、顔が赤いけど熱いの？そうだな、鍛錬の後だったからっていうのもあるかもしれないけど、ミネッサの顔赤い気がする。いや、考えてみれば汗をかいてる奴が密着しているんだし、ミネッサは熱いよな。ミネッサ、ファルたちが来ないうちに俺は外に。し、誰かの足音が聞こえる。まずいな、こっちに来る。少しでも体を離した方がいいか。
そうね、そうしましょうか。あら、シャルロッタ、君も参加していたのか。ただの暇つぶしよ。最初に捕まっちゃったから、あとは他の子を探す手伝いをさせられていたんだけど。同じ場所に隠れるなんて随分と仲がいいじゃない。もしかしてあなたたちそういう関係なの？な、シャルロッタ、何を言っているんだ。大切な家族なのにそんな風に思うはずないだろう。あらあら、ムキになっちゃってどうしたの？あなたらしくないじゃない。そんなことは。あ、シャルロッタ、ミネサ姉とゼフィーを見つけてくれたの？ええ、二人とも近くに隠れていたから見つけやすかったわ。ありがとう、助かったわ。さあミネサ姉、これで全員見つけたよ。いいことって何？きっとお祭りのことでしょ。サプライズで何かするの？もったいぶらずに教えてよ。そこまで驚かないと思うけど。ミネッサちゃん、モネも知りたくてかくれんぼ頑張ったのです。私とラポネットにまで内緒にすることないのにな。で、何なんだ？きっととっても嬉しい知らせに違いありませんわ。もちろん約束通り教えるわ。きっとみんなが驚くことだからよく聞いてね。一体何だろう、全く予想がつかないな。今年のお祭りは家の中じゃなくて庭にかぼちゃのランタンを並べて昔のようにやることにしたわ。え、本当に？あんなにダメって言ってたのに。外は危険なんじゃ。マジで？さすがミネッサね、話がわかるじゃん。お外でお祭りができるなんて幸せなのです。ミネッサちゃん太っ腹なのです。ほらほら、よく聞いてと言ったでしょ。お姉ちゃんの話はまだ終わってないわ。もう何度も言ってるけど、外は本当に危険なの。だから何かあった時は慌てずに行動できることが大事なの。それをお祭りの日までにみんなで覚えるのが条件よ。少し怖いこともするかもしれないけど、きちんと私の言うことを聞ける？もちろん。お姉さんらしくなるチャンスだわ。すげえ、大冒険の予感だな。モネ大丈夫なのです。いい子ね。カリカロとラポネットも協力してくれる？できればシャルロッタも。もともと妹を守るのは私たちの役目だからな。祭りの日も楽しみながら警備するぞ。私も微力ながら協力させていただきますわ。まあ乗りかかった船って言うしね。ありがとう。それじゃあ早速準備の続きするぞ。庭まで飾り付けるとなると大仕事だからな。うん、みんな早く行こう。まだやんの？私がやらなくてもそこに暇そうなゼフィーがいるじゃん。誰か一緒にかぼちゃのランタン作らない？楽しみなのです。頑張って素敵なお祭りにしたいのです。そんなに急ぐと怒らびますわよ。それじゃあ俺たちも行くか。うん、でもその前にん？ゼフィーにもお礼を言わせて。どうってことないさ。こういう時のために鍛錬をしているんだ。任せてくれ。当日のこともだけど、それだけじゃなくて、ゼフィーがいてくれたから勇気が出せたの。だからありがとう、ゼフィー。勇気、そうだよな。ミネッサにとってこの選択がすごく勇気がいったはずだ。
でもあの子たちに自分の不安を押し付けるのはもうおしまい。これからはどんな風に生きていきたいのか、そういう理想をあの子たちと一緒に見つけていこうって決めたの。勇気を出したこと後悔させないって約束するよ。ええ、頼りにしているわ、ゼフィ。すごく素敵ね。それじゃあ、ゼフィはラポネットとカリカラの様子を見てきてくれる？今夜のお祭りまでに準備が間に合わなさそうなら手伝ってあげてほしいの。私は妹を見てるからお願いね。ああ、任せてくれ。カリカロ、料理はどうだ？見た目だけならいつも完璧なんだが、たまに壊滅的な味になるからな。愚問だな。私の料理の腕はまあ自覚しているが、今日はうまくいっている気がするぞ。手伝えることがあったらと思ったんだけど、その必要はなさそうだな。あったとしてもお前には頼らん。はいはい、じゃあ任せたぞ。となると次はラポネットか。ラポネット、ゼフィーだ。ミネッサから手伝えることがあったら協力してほしいと言われてきたんだが。いいところに来てくれましたわ。どうぞお入りになって。お邪魔するよ。お邪魔なんてとんでもありませんわ。実は今夜のお祭りで身につけるネックレスをどうしようか決めあぐねていましたの。ネックレス？ええ、髪飾りと指輪はこれというものがあるのですけれど、ネックレスがしっくりこなくて。ゼフィーの好みで構いませんから、この中から私に似合いそうなものを選んでくださいな。そうだな、たくさんありすぎて正直よくわからないが、このオレンジの宝石のとかはどうだ？実は私もこれだと思っていましたの。でもこっちの赤や青も捨てがたくて。おかげで自信を持って身につけることができますわ。役に立てたようで何よりだ。でもラポネットってこんなにネックレスを持っていたんだな。ええ、情報屋さんが来るたびに見繕っていただいておりますの。カリカラもたまに髪留めを買い求めていますわ。ミネッサだけは無関心なようですけれど。そうだったのか。それならミネッサは本格的にアクセサリーに興味がないのかもしれないな。それでは私は衣装の最終確認をしますわね。また夜にお会いしましょう。ああ、楽しみにしているよ。私もですわ。ごきげんよう、ゼフィ。ネックレスか。ミネッサに受け取ってほしいものがあるんだ。え、これって。この前みんなで市場に寄った時にミネッサに似合うと思って買ったんだ。いや、気に入らなかったら受け取らなくてもいいんだが。そんなことないわ。とっても嬉しい。私一生大事にするわ、このネックレスも、あなたのことも、自分も。はあ、ミネさん、今日もあのネックレスをつけていなかったな。祭りはおしゃれをする日だと聞いていたからつけてくれるかと思ったんだが。ジェフィ、ため息なんてついてどうしたの？
ミネサ、いや、ちょっとラボネットのネックレス選びに神経を使ったんだ。とっさに嘘をついてしまった。ラボネット、すまない。そうだと思ったわ。あの子は去年も部屋に引きこもって、ああでもないこうでもないと姿見と格闘してたの。なんだ、毎年恒例なんだな。ミネッサ、やっぱりつけていないか。もしかしたら俺があげたネックレスは趣味に合わなかったのかもしれないな。急にアクセサリーをあげるなんて少しキザすぎたか。今度から気をつけよう。ラポネットほどじゃないかもしれないけど、俺も今夜が楽しみだよ。祭りなんて本当に久しぶりだ。このところ物騒なことが多かったから、私も羽を伸ばすつもりよ。もちろん妹の安全が優先だけど、今夜は私たちも楽しみましょう。ああ、そうだな。楽しい夜が控えているんだ。ため息なんてよくないよな。残念ではあるが、ネックレスにこだわるのはもうやめよう。ゼフィ、あっちの林はどうだった？ああ、一通り見回ってきたけど、問題はなさそうだ。騎士団は来ないだろうが、竜はいつでも現れるからな。用心は怠らないようにするぞ。そうだな。よし、そろそろ始まる時間だ。ランタンに火を灯すか。妹のためにも最高に盛り上げてやろう。さあみんな、魔女のお祭りを始めますわよ。手にランタンは持ってらっしゃる？お祭りに参加する子は庭の中心に集まってちょうだい。わあ、ランタンがたくさん。すごいすごい。モネはお歌を歌います。今夜のために練習してきた歌なのです。やば、私たち本当に外に出て踊ってる。今日は騒ぐぞ。みんなはしゃいで楽しそう。私も今日はいっぱい遊んじゃおっと。さあ、楽しい夜の始まりよ。あのネックレスは、ミネさん、それ似合うかな。ああ、本当？もちろん、君に似合うと思ったから買ったんだ。本当に綺麗だ。あ、いや、ネックレスが月の光を宿して輝いていると思って。そうよね、本当に綺麗だわ。もしかしたら趣味に合わなかったんじゃないかと心配だったんだ。ごめんなさい、普段は家事ばっかりしてるし、何かの拍子に壊してしまうのが怖かったの。でも今日は一番のおしゃれをする夜だから、ちゃんと身につけてきたわ。そうだったのか。あなたが初めてくれたプレゼントだもの。身につけるなら特別な夜にしたかったの。ミネサネ、ゼフィ、せっかくのお祭りなんだから、そんなところにいないで踊ろうよ。こんなに綺麗な星空の下で踊ることができるなんて、ロマンチック。騒げ、踊れ。ラララララランラン、ラララララララ。よし、私たちも踊るぞ、ラボネット。あら、カリカロからダンスのお誘いを受けるなんて光栄ね。ねえゼフィ、私と一緒に踊ってくれない？俺と？ダンスはあまり得意じゃないんだが。私もよ。下手っぴ同士、作法なんて気にしないで踊りましょう。そういうことならお手をどうぞ、ミネさん。ええ。こんなに素敵なお祭りは初めて。全部あなたのおかげね。喜んでくれたなら俺も嬉しいよ。ありがとう、ゼフィ。こちらこそ、こんな楽しい夜に招待してくれてありがとう。
全然リードしてくれないじゃない。あ、すまない、こればっかりは何とも。でも来年までには何とかしておくよ。私もステップぐらい踏めるようにしておくわ。だから来年もまたこうして一緒に踊ってくれる？ああ、約束する。